ん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、昨日ね、予想動画出したら、なんと今日来ました。先月の公式放送で発表された、式神使いとあやかしイベントが、来週9月13日月曜日より開催決定です。イエイ。イベント内で登場する新たなモンスター図鑑画像を一部ゲットしましたのでご紹介します。ということで今日はですね、式神使い大化師の新キャラ性能を見ていこうと思います。いきましょう。さあ、あとお湯、あ、まだですね、すいません、まだですね。じゃあ見ていきますかと。さあ、まずはクガネからですね。こちらは変身とアシスト進化が可能ですということで、まあ実際に見ていこうと思います。レアリティは星6なんで最高レアじゃないですね。見ていきましょう。覚醒がバインドプラスに、スキブ2つに暗闇耐性プラス持ちです。スキルは3ターン変質をして変身してくれますと、18ターンスキルですね。リーダースキルは水の HP が 1.5 倍、7コンボ以上でダメージを軽減、水攻撃して攻撃力16倍、固定1ダメージと、ナッツル系とか。変身後見ていきましょう。こんな感じ。まずは覚醒から、バインドプラス、指延長プラス、暗闇耐性プラス、10強無効感無効感、水レス強が3つ持ちです。スキルは6解除に闇を水に、光を回復に変化が2ターンスキル。まあさすがに星6なんでエンハンスとかはついてないですが、6解除プラス生成水回復が2ターンはかなり強いと思います。リーダースキルは水の HP が 1.5 倍、7コンボ以上でダメージを半減、水焦げして攻撃力が20倍、固定600万ダメージとなっています。あくまで水属性キャラとはいえども、星6キャラなんで、まあ結構ね、ぶっ壊れることはないだろうと思ってましたが、想像以上に強い気はしますね。火力もあり、スキルは6解除もありって感じでね。まあ、リーダースキルに関しては、そうだね、ナツルと組み合わせると、HP 4.5 倍に半減だから、それはそれで結構強そうだけど、ナツルの場合、コンボ加算の方が欲しい気もするんで、まあ、どっちもどっちって感じかな。結構有利、もしくはクガネって感じで使えるかなとは思います。はい。まあでも火力も高いし一緒なキャラですね。はい。で、武器、スキブに水ぞろ強2つに、水レス強化2個に攻撃強化持ちで、スキルは3ターンヘイストに6解除に覚醒無効全回復が18ターンスキルです。このスキルが18ターンで打てるのはかなり強くて、周回とかでも全然使えると思いますし、かつスキルブースト持ち武器なので、あのね、結構最近五条ループとかで高め結び使うことが多いんですけど、スキブもあるってこともあって、これが3ターンヘイストでしょ？めちゃめちゃ強いと思います。結構周回要因とかでも使える、かなり壊れた武器かなとは思います。そんな感じ。さあ、続きまして、真っ白見ていこうと思います。こちらも星6キャラですね。最高レアリティはどうやら明日発表っぽいですが、見ていきましょう。バインドプラス、スキブ2つに創作化耐性で、スキルは5ターンダメージ半減に、変身が18ターンです。ヘイストとかはないみたいですが、半減あるんで耐久力がかなり上がりますと。リーダースキルは、あら、ドロップ5個は L 字消してダメージを半減、3色以上同時攻撃で攻撃力が15倍、2コンボ加算。なんか L 字にね、ちょっと式神と L 字って言うとトラウマがあるんですけど、まあまあいいや、見ていきましょう。こんな感じ。おー、バインドプラス、指延長プラス2つ、創作化耐性ガドブレ、3色攻撃強化やつ持ちです。あ、でもそっか、変身キャラって超覚醒ないから別にめちゃめちゃ火力高いわけじゃないね。で、スキルは HP が1になる代わりにランダムで5属性プラス回復ドロップ3個ずつ生成が1ターン。めちゃめちゃ強いやん、お前。何？めちゃめちゃ強いやん。まあ、1になるっていうデメリットはあるんですけど、あ、でも結構なデメリットだな。自称1か。1結構デメリットではあるけど。あ、待って。確かにこれ意外とデメリットあるね。なんか妥当なスキルかもしれん、こう見ると。なんか毎ターン絶対欠損しないからぶっ壊れやんと思ったけど、よく考えたら6回じゃもないから、まああれですね。ただ、まあさすがに強いとは思うけどね、これ。軽く出したい場面とかで、まあ素人は生成できるんで。なんかどっかの赤座とかいうキャラ泣いてそうですけどね。で、リーダースキルはドロップ5個 L 付けしてダメージを半減、固定1ダメージ、そして3色以上同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が18倍、2コンボ加算になってます。半減軽減スキル持ちで固定1ダメージ、2コンボ加算、攻撃力18倍と。なるほどね。まあ星6キャラって必要なのかなって感じはします。はい。で、武器は封印耐性2個に指延長プラスに攻撃強化持ちで、スキルは1ターン、あ、ごめん、HP が1になる代わりに1ターン受けるダメージを半減、ダメージ無効貫通が5ターンスキルって感じになってます。これが真っ白でした。はい、まあ、明日はね、公式放送で発表された新たな式神使いをご紹介しますってことですね。まあ、つまり、明日、星7キャラが発表されるとは思うんですが、現状今日ね、星6が2体発表されたんで、見た感じでね、話していこうと思います。
で、今回の式神使いの新キャラに関しては、まずね、星6に関しては、まあ星6って感じだけど、それでもかなり強いと思います。特にクガネはね、まあキャラ自体ももちろんね、もちろん強いですよ。10強無効感2つに暗闇耐性プラスに水裂あるからね。全然ね、キャラもめっちゃ強いんですけど、正直キャラよりかは武器がかなり優秀かなって感じはします。3ターンヘイストにスキブ持ちってこれ本当に優秀で、どう考えてもこれ武器が強いんですよね。武器がどう考えてもやばくて、まあ庶民武器がまず欲しいっていうのと、あとキャラに関してもね、リーダースキルも悪くないしね。ただまあ 1.5 倍半減か。でもナツルと一緒だからな、悪くはないと思うけど。ナツル持ってる人がわざわざ使う必要性はあんまりないかもって感じは正直否めないね。そこはやっぱナツルループ強いからね。ナツル持ってない人だったら結構強いとは思うけどね。そんな感じがクガネの見た感じの性能で、真白に関してはちょっとこれね、実装され次第って感じだけど、果たしてこのスキルが必要なのかっていうところだと思います。一番の問題は HP を毎ターン1にしながらランダムで6色生成でしょ。まず欠損しないっていう点でこのスキルはもう最強なんですよ。ガチ最強で、あとサブで6解除合わせてあげると6解除生成にもなるので、まあ、例えばホルスとか積んであげてね、2ターンに1回6解除できるって感じで使えるんで全然いいんですけど、自称なんですよね。結構これが痛くて、回復力めちゃめちゃ高いパーティーで使う分にはもう毎回ね、ダメージ無効貫通潜在発動します、スキルチャージ発動しますって感じでもうほんとぶっ壊れると思うけど、まあ果たしてこれで毎ターン回復できるパーティーが存在するのかって感じはあるよね。そこさえ乗り越えれば結構強い気はします。あ、それこそはぐれメタルとかおもろくない？はぐれメタルってさ、回復3個あれば回復絶対間に合うじゃんね。そういう点でもまあそういうパーティーなら使えそうな気はしますね。メカキンキャラの、まあ別にはぐれメタル自体は強くないんだけど、使い道の点ではかなり使えそうな気はしますね。っていう使い方がいいのかなって感じはするね、このキャラに関しては。まあリーダースキルは L 字消しなんでもう論外なんですけど、いやほんと L 字プラス多色は相性悪すぎるんだよね、さすがに。まあなんかおもろいスキル持ってますね。はい、まあ、武器に関してはもう普通に5ターンで壊れてるスキルだと思うけど、自傷がついてるし、かつまあ武器要因なんでそこまで強くはないかなとは思います。いや強いけどね、いやめちゃめちゃ強いけどね。半減無効感5ターンってめちゃめちゃ強いけど、いやだからめちゃめちゃ強いな。いやお前めっちゃ強いやんこいつ、冷静に見れば。ただまあなんかぶっ壊れチートって武器ではないかなって感じだけど、封印2個に指延長持ってる武器って感じですね。まあ明日の式神次第だね、これ正直。現状星6自体はまあまあまあ強いけど普通ぐらいの感じだね、やっぱ星6だから。あのやっぱ星7キャラとかに比べると微妙から、さすがにね。まあ明日の新星7キャラに加えて、セイナとか見かけとかの強化が多分来ると思うんで、まあ、そこら辺の強化も踏まえながら、式神使いの性能を今週がっつり発表していこうと思います。まあ、今日はね、前座的な感じで星6紹介しましたが、明日、明後日、しあさってと、かなりおもろい情報来ると思うんで、ぜひ明日以降もね、動画チェックしてみてください。ということで、ぜひ皆さんね、忘れずに高評価して、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。まあもう動画終わったから一応言うと、今もう眠すぎて、ろれつが回ってないんですけど、許してください。バイバイ!